はい、皆さんこんにちは。吉村農園の吉村です。ということで、今回も始まりました吉村農園の農業日記ということで、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。そしてですね、今回の動画の撮影日なんですけど、7月の10日にね撮影しておりまして、今日はね梅雨が明けてはないんですが、非常に梅雨の晴れ間という感じでね、非常に暑くなってます。外気温もね31度まで上がっておりまして、ハウス内なんかは今ね38度ぐらい、夕方になってきたらだいぶもうちょっと温度は下がってると思うんですけど、非常に暑かったですね。一応今日の動画のテーマの内容としてなんですけど、スクストレイカットしたものですね、親株から切り離した苗を、これからはですね、切り離しが終わって、1回目のカットも終わりましたんで、そこからですね日にちが経った苗っていうのは、吉村農園の追いつつ作業と、あとはクラウン周りをね綺麗にしていく作業っていうのが入ってきますんで、そちらの作業動画撮ってきましたので、ぜひご覧ください。では早速行ってみよう。はい、では本日なんですが、一応月曜日にですね、親株からの切り離しの動画っていうところで、1回目の、綺麗にするところ撮ってきたんですけど、今回2回目ということで、今回は追い土の作業と、クラウン周りね、掃除していく作業のやり方を教えてください。はい、はい、こんにちは。まずは、今、紅ほっぺがこういう状態なんです。はい、ちょっと映しますね。はい。はい。もう、すくすくトレの下まで根っこが来てるから、はい。もう限界なんですよ、これ。これはもう根巻きが凄すぎるってことですか？凄すぎるっていうことで、新しい根が出てるんですけど、これがもうちょいね、出てくるとこれがね、赤くなっちゃって、死んちゃう。ああ、はいはいはい。そうすると、イチゴの木自体が弱るから、そうすると病気になる。もう、カタカタ、パッカタ。はい。そう、だからね、根を一回壊すような感じで、下に土を入れる。はい。ちょっとこの土も教えてください。これは赤玉。はい。こういう、ホームセンターなんかで売ってるやつですね。はい。それを少し、このくらい下に入れて。はい。で、要するに、ここのところには根を張らないのよ。いちごちの下に伸びるから。はい。ここ。ここ。ここをきれいにしないと病気になっちゃうの。こういう感じ。はい。で、先に出てたランナーの残りとか、で、葉っぱの残りなんかも書いて、きれいにしとくの、ここ。クラウン。やっぱこのクラウン周り。ここが一番の急所なんですよ。はい、ここを、土なんかでこういう、このくらいまで被ってたりすると、ここに病気が、乾かないと、なりやすい。葉っぱだの何かとか、そのつるの跡なんかがあるから、そうすると、どうしてもそこから菌が侵入してくるから、それを防除するっていう意味で、はい。ここをなるべく、だからね、これから、この赤玉を入れたのと、上にあった土を下へ下ろしたから、今度は下ろすと、こういう状態になる。こう。はい。ちょっと、浮いてきますね、大体。そう。でもこれでもね、根が張ってくると沈むから。はい。だから、やった状態はこういう状態になってます、今の状態は。あ、浮いてくる、全体的に浮いてくるんですね。全体的に浮いてますね。はい。こういう状態。でもこれは今やった状態なんで、2、3日経つとね、しっかりピーンとね、この土が沈むから、今度。はい。で、白い根が出てきますから、そこのところをね、根をちょっとし、なんていうんですかね、壊してあげるっていう感じでやれば大丈夫です。一応これ質問なんですけど、やっぱりこの吉村農園では、その育苗日数が多いってこともあって、この作業をするってことですか？そうですね。短くてもやっぱり根を張らせるっていうのと、木を大きくするっていうのには、木を大きくするのには根を大きくしなくちゃ、根を張らさなくちゃなんないんで、はい。上物を育てるのには下物。はい。うん。その状態にするのには、やっぱりもう、根っこが張れないんだから、少し持ち上げるほかない。で、沈んだらもう一回ぐらい。今ちょうど、7月の。今日は9日、10日ですね。10日です。10日ぐらいなんで、はい、だからあと一回ぐらいやれればいいなと思ってます、ね。はい。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。では動画いかがだったでしょうか。今日はですね、追い土作業とですね、あとはクラウン周りをきれいにしていく作業についての動画を撮ってきました。いかがだったでしょうか。一応ですね、改めて、まとめてご説明させていただきますと、このやっぱりですね、吉村農園では、育苗日数も長いこともあって、
根巻きがね、すごいんですよね。そしてそのまま根巻きをそのままに放っとくと、どうしても老化内になってしまったり、あとはそこからね、老化内になるってことは、内自体も弱ってくるんで、根っこがこう伸びられないこともあって、そこにやっぱり土を足してあげることによって、病気にもなりにくくなる。あとはですね、クラウン周りをしっかりと綺麗にすることによって、薬酸をしっかりそこにね、かかるように、クラウンのところにしっかりと薬酸ができるような状況を作ってあげるってところで、病気になりにくい苗を作っていくってところなんで、ぜひね、参考にしてみてください。一応ね、4年前かな、3年前か4年前ぐらいだからこの作業してからですね、吉村農園ではね、炭素病というのはほとんどほぼほぼ出なくなりましたんで、まあ、ちょっとね大変な作業ではあるんですけど、まあ、ぜひ参考にしてみてください。じゃあ次回も動画届きますので、ぜひご覧ください。最後に行きます。これが農業です。はい、こんにちは。いつも一言っていうことなんですけど、3月の下旬から、親苗っていうか植えたり何かしてね、やっと中間地点ですね。まだ中間地点までは来てないんですけど、紅ほっぺなんか切り離しして、また下に、赤玉を入れても、こんなに植物はね、1ヶ月ぐらい切り離したらこんなに伸びてるっていうように、やっぱりね、いくらこういう梅雨時期で雨が多くても、植物なんかはそれなりっていうより、もう時期で動いてるっていう感じで、私たち人間もね、コロナでもう糖度を巻いちゃって、明日私もワクチンを打ちに行く予定でいます、家内と。隣の町の真岡市ってとこで、病院の方で予約が取れたんで、やっと、打つっていうことで、私もなんとなくね、1回目のワクチンを打てば安心し、2回までは打ってくるかなと思ってます。皆さんもね、ワクチンとか何かち打つ機会がある方は、絶対打った方がいいですね。やっぱり、日本の国でも 60% ぐらいの方が打てば、ワクチンも大体収まるっていうところなんですけど、10月か11月までには 60% ぐらい行くような計算では行くんですけど、なかなか難しい面もあるんでしょうけど、やっぱり打つ機会をある人はね、絶対に。で、やっぱり通知が来なくても来ても、病院なんかによく話せばね、結構ワクチンの枠は空いてるみたいですね。私も隣の町の真岡市の方で、益子町の方の、まだ来てないんですけど、結構打てんだわね。皆さんもね、早く打って、気持ち的には、安心して、やっぱり糖度打ちとか素潜りしてたような時は、やっぱりある程度は外に入れて、新しい空気を吸って、なんとなく新鮮さを求めた方が、ちょうどね、夏が来るから、ちょうど時期的にもいいですから、その後は紅葉とかね、日本の一番いい時期が来るんで、オリンピックもあと2週間ぐらいでやってきますから、テレビ観戦が主になるとは思うんですけど、まあ、日本の選手のメダルを取ったり、ちょっと惜しかったりする、そういう、なんちゅうんですかね、楽しみを見ていきたいと思います。以上です。テーマはこちら、第8項、乾燥病についてよろしくお願いします。今回4部構成で行かせてくれます。で、ちょっとね、4部構成で行くんですけど、まあ、全体の今回ね、構成の話させていただくので、こちらにね、こういろいろとプラプラプラーとね、6項目一応書いてあるんですけど、ちょっと読み上げますと、この音楽ってこれ知ってました？僕も勉強するまでよく分かんなかったんです。この音楽っていうのは、そう、胞子なんです。菌なんです。胞子をね、乾燥病を発生させて空気伝染をするってことなんですよ。空気伝染するって、なんだろう。